ハロー効果とは、社会心理学の用語で、ある対象を評価するときに、それが持つ顕著な特徴に引きずられて、他の特徴についての評価が歪められる現象のこと。後輩効果、ハローエラーとも言う。例えば、ある分野の専門家が専門外のことについても権威があると感じてしまうことや、外見のいい人が信頼できると感じてしまうことが挙げられる。ハロー効果は、 良い印象から肯定的な方向にも、悪い印象から否定的な方向にも働く。ハロー効果という言葉が初めて用いられたのは、心理学者、エドワード・ソーン・ライクが1920年に書いた論文、A コンスタントエラーイン・サイコロジカル・レーティングスである。ハローとは、成人の頭上に描かれる降臨のことである。ハロー効果が起きるのは、 原始的な時代には物事を即断することが生存に有利であり、それが遺伝的に受け継がれているためと考えられている。アバタモエクボ、坊主に行くけりゃけ様で憎いということわざはこの効果を表している。ローマ時代の床もイクに輝く降輪のあるアポロニンチバイアス関連でない用語にも波浪効果がある。降輪形状に由来する用語になる。ありがとうございます。